村川浩二君。学校で柔道部の練習中、顧問に投げられ、1ヶ月後に死亡。初心者で受け身のままならない子供を投げた。学校の安心で安全な部活であるべきはずの場でなくすっていうのがどんだけ辛いかって。小川レオ君も部活動で受け身の練習中、頭が痛いと倒れ、10日後に亡くなりました。うちの子初めてだったんですよね、スポーツに対してこれがやりたいっていうことで、他のことに対してはすごいそういううざいとか面倒くさいっていうふうに言ってたんですけど、柔道に関してはすごい楽しくて。柔道による事故が続発しています。2009年度までの27年間に中学高校の部活動と授業で110人が死亡していたことが分かりました。中学校の部活動で死亡する確率は柔道が圧倒的に高くなっています。そんな中、文部科学省は来年度から中学校で柔道、相撲、剣道から1種目を選択する武道の必修化をスタートさせます。畳の上は安全なのか。もうちょっと起こしても良さそうな感じ。西野平泉さん、25歳。高校1年の時、柔道部の合宿中に重い障害を負いました。病院での生活は9年になります。ピアノが得意で歌うことが好きでした。高校に入ると兄に誘われて柔道部に入部。夏休み4泊5日の合宿に参加しました。泉さんは合宿の2日目に投げ技をかけられ頭を打ちます。頭痛を訴え嘔吐。裁判所に提出するために弁護士が聞き取った柔道部員の証言が残っています。1日目は泉さんは何も問題、どこも様子の変化はなかった？なかったです。その夜もなかったです。なんか頭が痛いとか言って休んだってのはいつのこと？3日目ぐらい。先生に頭が痛いんですって言って見学してたり、順に頭が痛いんですよって言われたり。合宿中泣き出すこともありました。そして5日目、副顧問に体落としという技で投げられ意識を失います。急性硬膜下血腫と診断され緊急手術。しかし意識は回復せず重い障害を負いました。畳の上の SOS はなぜ届かなかったのか。何もできないから、手のつき方とか頭の入れ方とかは分かんないから。分かんないんだね。全然受け身がほとんどできないってことね。両親が埼玉県に対して起こした民事裁判では、泉さんが指導者に頭痛を訴えていたことが認められ、医師の診断を受けさせるべきで過失があったと両親側が勝訴しました。今回の娘のことに関してだって、あれだけの SOS を出してるわけですから、泣き出す、高校1年生にもなって泣き出す、あ、じゃあやめとけって、練習、やめとけ、それ以上突っ込んで聞いてくれないっていうか、そんなに苦しいのか、そんなに辛いのかっていう聞き返しが一度もなかったんで、なんでだろうな。両親はまた家族一緒に暮らしたいと家にスロープを作りました。しかし泉さんは障害が重く
今も病院を出られません。泉さんのベッドを置く場所には愛犬のプリンが大好きな主の帰りを待ち続けています。2009年度までの27年間で泉さんのように柔道で障害を負った生徒は中学と高校で275人、そして柔道で死亡した生徒は実に110人に上ります。なぜ柔道事故が起きているのかっていうのは私たちが知らなかったから、私たちがそのことに蓋をしてきたから事故が起きていると、それが最大の原因だと思います。なのでこれからももしこのまんま事故を放置して誰もそこに目を向けなかったらまた毎年起きていくと思うんです。だからそこにやはり目を向けてもらって、特にまあ医療的な医学の知識をもとに防止策を取っていくのが大事かと考えています。内田准教授が学校内の事故を分析するまでこのような柔道の危険な実態は明らかにされていませんでした。110人の死因を見ると半数近くが急性硬膜下血腫を発症しています。なぜ柔道は急性硬膜下血腫を引き起こすのか。例えば勢いよく投げられた場合、頭蓋骨に回転加速力という力が加わります。しかし脳は同じ位置にとどまろうとして逆方向に動きます。この時脳と硬膜をつなぐ静脈が切れて出血する。これが急性硬膜下血腫です。柔道やボクシングなどによる脳損傷を専門とする野島正人医師です。頭を打たなくてもですね、大きく揺さぶることによりまして、出血をするっていうことがやっぱり実際はあるわけなんで、おそらく指導者の方は知っている方はほとんどいらっしゃらないと思いますね。この時田中先生は死亡例に関しては全日本柔道連盟で選手の健康管理などにあたる医科学委員会の二村裕二副委員長は、僕たち知ってたのは頸椎損傷とかこういう重傷事故はしてたけど、頭の損傷のことはねあんまり知らなかった、情報が入ってなかった。あと医科学委員会も整形外科の医者が多くて、整形外科とか僕みたいな外科とかで脳外科がいなかったということもあるね。ここにも柔道による事故で重荷を背負った少年がいます。沢田武蔵君14歳。3年前松本市の柔道教室で指導者に投げられ急性硬膜下血腫と診断されました。手足は動かなくなり言葉も失いました。武蔵君のような町道場で起きた事故は内田准教授が明らかにした学校内での事故件数には含まれていません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武蔵君の両親は多くの人に事故の実態を知ってほしいと裁判を戦いながら街頭に立っています。セリーかも私。そうなの。施設でリハビリの日々を送る武蔵君、週末だけ自宅に帰ります。双子の兄龍馬君は柔道教室に一緒に通い、弟が倒れた姿を目撃していました。すごい大きな音がして見てみたら武蔵が倒れてて、何回もなんか腕とか足がブルブル痙攣してて、でその後救急車に乗ってったことを覚えてます。でその最中になんか先生が薬は何を飲んでいるかとか転換じゃないかとかなんかずっと言ってました。柔道四段の指導者には技をかけたことで脳に異変が起きたという自覚はありませんでした。
急性硬膜下血腫という病名すら知らなかったといいます。武蔵君がかけられた肩襟体落とし、30年にわたり子供に柔道を教えてきた指導者たちは、肩襟体落としは危険な技と口を揃えます。あ、子供に対してはそれは絶対ダメだね。いわゆる 肩襟ということがもういけないですよね。どういうふうにいけないですか。どういう危険性ですから、こう持ってて怖いですよ。これで投げた瞬間どこへ飛んでいくかわからんというような感じで、ここ体が離れちゃうからね。これが通常の体落とし。こちらが武蔵くんが投げられた肩襟体落としです。体落としは両側の襟と袖を持って投げるので、頭のブレが小さくて済みます。一方、相手の片側だけを持って投げる肩襟体落としは、遠心力で体が離れ頭が激しくぶれるため、頭部への衝撃が大きいとされます。武蔵君を投げた指導者の得意技でした。あれ、龍馬君も先生に投げられたことあるの？はい、あります。どんな感じだった？すごい早いから受け身が間に合わないというか、間に合うんですけど、かろうじて間に合うぐらいで、とっさに武蔵みたいにランドリー中に急にやられたら、とてもじゃないけどちょっと痛いし嫌です。母よし子さんの日記に事故直後の心情が綴られています。 100% 後遺症が残る。武蔵を返して。だってあそこにいるのは武蔵じゃないもん。大好きだった柔道が武蔵君と家族の運命を狂わせました。3年前、文部科学省は2012年度から中学校で武道を必修化すると決めました。相撲、剣道、柔道の中からどれを選択するかはそれぞれの中学校に任されました。2009年の全国調査ではおよそ7割の中学校で柔道を選択するとしています。しかし、必修化を決めた翌年に明らかになった死亡事故の数に、教育現場では不安が広がっています。私たちが全国の教育委員会に行ったアンケートでは、回答があった39件のうち、安全確保に向けた指導の在り方を課題に挙げた件が多く、中でも柔道を経験していない教師による指導への不安が目立ちました。この27人、7年間で110人の方がお亡くなりになっているということ、大変痛ましいことでございますし、文部科学省としては、こういった事故がゼロになるように努力していかなければいけないし、事業レベルでは学習指導上も非常にこう技のレベルを控えてといいますかね、安全対策をしながら事業にこれまでも取り組んでおりますので、この数字イコール必修化と直結して捉えられるものではないというふうには思っています。経験のない教師による武道必修化、医師で全柔連の二村さんは危機感を抱いています。危険極まりないと思ってる。それは経験ない人が教えれるわけないですということと、指導を間違えると死んでしまうということをね、僕たちも知らなかったんだけど、これはぜひ皆さん知っていただかないと。武道必修化まで1年を切りました。被害者の家族からも指導者の資質を問う声が上がりました。
体格差を考えて試合をするとかということをこれからはやっていくというふうに校長先生おっしゃってくれました。でもそれって当たり前のことじゃないかなっていうのがすごく思うんですね。で、現場の先生方はそういう指導というのを受けてないのかなと。福島県の中でも保健体育の先生が柔道をやったことない先生もいるし、で講習会受けでもちょっと指導できないんだから研究で何とかしてほしいというような要望も出てて、そのことも話しましたけども、そうすると町の柔道家の人たちが学校にやってくるわけですね。そういうような民間の柔道館がこう入ってきて柔道するという問題も大きな問題じゃないかと思います。武道の専門家といいましても各学校で1名いるわけではありませんので、その辺をやはりこれから武道必修化というようなことになる中で、行政側の取り組みの一つとして指導者を養成していくというようなことは大切なことになってくるのかなというふうに思います。全柔連も知らない、文部科学省も知らない。村川義弘さんは中学1年生の甥を柔道の事故で亡くしました。それがこの国の現状です。一昨年の7月、甥の村川浩二君は中学校で柔道部の顧問に投げられた直後、意識不明になりました。急性硬膜下血腫と診断され、1ヶ月後に死亡。浩二君は部活で声が出ていないと試合形式の練習を26本続けさせられたといいます。練習内容は、大学生に匹敵するぐらいに過酷であった。初心者で受け身のままならない子供を最後の最後フラフラな状態なのに投げた顧問っていうのは、そこに何らかのどんな感情があったのかも聞きたいし、その顧問に殺されたと思ってます。教育委員会が設置した第三者委員会では顧問の指導が不適切であったと結論付けました。とにかく指導者ですよ。指導者が認識を改めなければ絶対にこの国の柔道は良くならない。医学的知見、安全への講習徹底しなければ。今日のテーマ、中学校武道必修化で子どもは安全か。安全ではない。急務です。指導者の育成、急務です。これ以上被害者を出さないために指導者に求められるものは何なのか。そのヒントがフランスにありました。柔道人口が日本の3倍というフランスでは、長い年月をかけて安全対策に力を入れてきました。Pour être professeur de judo, il faut passer un diplôme qui est reconnu par l'État. Et c'est donc deux ans d'études. Il est au niveau deux ans après le bac, par exemple. Et donc c'est un diplôme de qualité. 国家資格を得た指導者は、医療の知識を持ち合わせ、子どもの年齢や体の発育段階に合わせた練習を行っています。例えば、4歳から5歳は45分間といったように、集中力の低下や疲労から来る怪我に注意を払います。さらに危険な技は年齢によって使わないという規則もあります。 Le plus important pour nous, c'est la qualité, donc, des professeurs et des enseignants. 日本でも指導者には医療知識が不可欠だと専門家は指摘しています。それによって起こるのが加速損傷、いわゆる諸外国はもう事故ほとんどないわけですね。で、日本特有の事故の多さっていうのはですね、やはり日本の独特のですね、何かしらの文化の影響というのはやっぱあると思うし、例えば根性とかですね、それからしごきみたいな、いわゆる昔ながらのですね、厳しい指導というんですかね、そういうものっていうのは陰に潜んでるんじゃないかと私は危惧しております。医学的な理論に基づいたですね、指導っていうのがこれからやはり要求されたと思いますね。沢田武蔵君の事故に対する民事訴訟が判決の日を迎えました。山崎秀直裁判長は武蔵君を投げた指導者に対し、
十分に慣れていない方法により相当な勢いで投げた、安全配慮義務違反があったなどとして2億4000万円余りの支払いを命じました。さらに頭部を直接打たなくても急性硬膜下血腫が生じるということは指導者に必要な医学的知識として要求されているとしました。指導者側は判決を不服として控訴。この判決は指導の在り方に一石を投じるものとして柔道界に強い衝撃を与えました。武蔵君の判決から1ヶ月後、全日本柔道連盟は指導者資格制度を2年後に導入すると決めました。医学的知識の習得という新たな取り組みも検討されています。5月には全国の中学と高校の部活動の教師などに対し初めて安全指導研修会が開かれました。27年間ぐらいのうちに110名以上の生徒が亡くなってますよね。そのことについては我々も心は痛いんですが、我々指導者自身が、しっかりしてそういうことを起こさないようにしていかなきゃならないなというふうに思っています。私のも医学的なことは詳しくないですけども、柔道経験者ですから、まあでも大変勉強になりましたよ。とんでもない数字ですね。澤田武蔵君が住む松本市で開かれた全国柔道事故被害者の会のシンポジウム。母よし子さんがこう語りかけました。最初に手術後の武蔵に会った時、たくさんの機械をつけられ冷たく横たわる姿が目に入りました。お母さん、おむつを用意してくださいと看護師さんに言われた時、当時の私はなぜ11歳の息子におむつが必要なのかどうしても理解できませんでした。混乱し現実を受け入れられず、この子と一緒に死のう、もうそれしかないとバカなことばっかり考えていました。武蔵は普通の人のような幸せは望めなくなったということ、でも変わりなく私の息子であり家族の宝であるということ、そしてもう一つは柔道により命を失う子供を増やさないために、誰よりも柔道に携わる多くの人たちに考えてほしいです。本来の柔道という素晴らしい武道の精神に基づき、人の道について本当に考えられる人間の育成を目指していってもらいたいと思います。